皆さんこんにちは。7月26日の広島対ヤクルト戦で心配なアクシデントがありました。それがヤクルトの青木宣親選手が頭部支給を受けて負傷交代したのです。担架で運ばれ、球場が騒然となった今回の件。青木選手は球界野手最年長の41歳、下手をすれば選手生命を絶たれる可能性すらあります。果たして青木選手はどうなるのでしょうか。そこで今回は青木選手は復活するのかについてご紹介していこうと思います。2003年にドラフト4位でヤクルトに入団した青木選手、1年目は主に2軍で首位打者を獲得するなど打ちまくり、2005年は日本ハムに移籍した稲葉選手の穴を埋めるため開幕からセンターのポジションを勝ち取り、なんとイチロー選手以来2人目となるシーズン200安打を達成。またプロ野球新記録のシーズン169単打を記録するなど、2年目にして数々の記録を残し首位打者と新人王を獲得。以降ヤクルトのスターとして活躍します。2009年には WBC 日本代表の3番打者として活躍し、日本の世界一に貢献。2010年には史上初の2度目の200安打を達成し、誰しもが認める安打製造機に成長します。2012年にはメジャーに挑戦し、球団を転々としながら6年間プレー、 MLB でも774本の安打を放つなど活躍し、2018年にはヤクルトに復帰します。この球団を愛している、優勝させることしか考えていないと述べた青木選手は、開幕戦の対 DeNA 戦に4番中堅でスタメン出場し、1打席目に肘に支給を受けましたが、5打席目で日本復帰後初安打初打点を記録。5月3日の対中日戦では第4打席で NPB 通算打率記録の対象となる4000打数に到達。この時点の通算打率が3割2分8厘となり、1977年から1987年までNPB でプレーしたレロンリーの3割2分0厘を抜き、 NPB の通算打率ランキングで1位になりました。リー以外の選手が通算打率ランキングの1位になったのは1989年の落合博満氏、当時中日、2007年の小笠原道博氏、当時巨人に続く3例目で、6月14日の対西武戦では1回表に史上9人目の初回先頭打者ランニング本塁打を打ち、36歳5ヶ月での達成は木村勤さんの35歳8ヶ月を62年ぶりに更新する最年長記録となるなど、復帰してすぐに数々の記録を更新します。その後は離脱などもありましたが、それでも6月は打率3割8分8厘4本塁打22打点を記録し、チームメートの小川康弘投手とともに月間 MVP に選ばれ、精神的支柱としてもチームを牽引。開幕当初は打撃のアジャストに苦しみ、4番以外にも1番、3番、5番と様々な打順をこなすなど起用も一定しませんでしたが、交流戦頃から2番打者に定着すると状態を上げ、坂口智隆選手、山田哲人選手、ウラディミール・バレンティン選手、雄平選手らと共にリーグ屈指の強力打線を形成。最終的に打率3割2分7厘 OPS884、キャリアハイの67打点を記録し、前年96敗の最下位に沈んだチームの2位への躍進に大きく貢献しました。その後は再びチームが低迷するも、ベテランとしてしっかりチームを引っ張り、2021年と2022年の連覇にも大きく貢献。昨年は81試合に出場し、打率2割4分8厘本塁打5打点22と不本意な数字に終わったものの、今季は開幕から元気で休み休みながら打率2割6分8厘と一定の数字を記録しています。このように凄まじい選手である一方、プライベートでは2008年にテレビ東京のアナウンサーだった大竹幸さんと交際が発覚。取材に訪れた幸さんに青木選手が一目惚れし、いきなり交際を申し込んだそうですが、幸さんはこの時なんて軽い人だろうと思って警戒したとかですが、諦めない青木選手に幸さんは、明日の試合で安打を3本打ったらデートすると告げ、青木選手は本当に3安打を放ち、これを見た幸さんは運命かもしれないと感じ、そのまま交際に発展し結婚したというエピソードがあります。できる男ですね、青木選手。現在は2人の子供に恵まれ、青木選手をサポートしている幸さん、青木選手の活躍と無事を祈っていますが、そんな青木選手も家族も心配になる出来事が起こってしまいました。
7月26日の広島対ヤクルトの試合で、広島の栗林投手から頭部に刺球を受け、担架で運ばれてしまったのです。3対5と広島が2点リードで迎えた7回に、広島栗林の4球目、内角高め154キロ直球が頭部を直撃。その場にうずくまります。場内が静まり返る中、青木選手はそのまま動けず、担架に乗せられて退場となりました。これには家族もかなり心配でしょう。ですが意識はあるようで、病院で CT 検査などを行ったそうです。ヤクルトの高津監督は病院に行っています。それ以外のことはよくわからないです。意識はあり、受け答えもできていましたとコメント。当ててしまった栗林選手は、本当に青木さんにはもちろん、ヤクルト関係者、見ている方々に不快な思いをさせて申し訳ないです。今は青木さんが無事であることを祈ることしかできませんが、申し訳ない気持ちでいっぱいですとコメントしました。頭部刺球は選手生命に関わる危険な事故です。しかも青木選手は41歳と野球選手としては高齢。果たして復活することはできるのでしょうか。実は青木選手、危険球を受けたのが通算7度目となり、自身が持つ最多記録を更新しています。もっとも過去6度は全て左投手からで、右投手からの危険球は初でした。見ての通り刺球が多い選手なのです。そのため心ないファンからは当たり屋なんて言われています。青木選手は重心を低く、さらにベースに覆いかぶさるようなフォームをしており、さらに思い切って踏み込んで打ちます。そのため刺球が多くなっており、投手のボールが抜けた際に頭部に行きやすいのです。事実2018年と2021年は最多刺球を記録しており、相手ファンから批判が起きたりもしていました。ですが逆にこれほど刺球を受けていますが、刺球による長期離脱経験はほとんどありません。過去6度頭に刺球を受けていますが、その後少し休んですぐ復活しており、いかに青木選手の頑丈かがよくわかりますよね。そのため今回も少し様子を見て復活してくると思います。ですが何度も頭部刺球を受ければ、当たりどころが悪ければ最悪死に直結してしまいます。 NPB ではこれまで頭部刺球での死亡例はありませんが、後遺症に悩んだという事例はありますし、高校野球では実際に死亡例が出ています。多くの安打を放つために今のフォームにたどり着いたと思いますが、自分の命を守るためにも少し工夫してくれるとファンも安心して見れるのかなと思います。とはいえ青木選手はチームを優勝させるために必死にやっているのも明白。難しい問題ですが、やはりファンからすれば少しでも長く現役をやってもらいたいですし、ぜひ対策を講じてほしいですね。41歳になってもまだまだ元気にプレーしていた青木選手、ぜひまた復活して暴れてくれることを期待しましょう。最後まで動画をご視聴いただきありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それではまた。